坪井のです眞子ちゃんからいただいておりますお便りでございますけれども、うんえー、坪井さん、小高さん、大変ですね、日赤が献血で集めた血液の中に、HIV に感染していた人の血液が検査をすり抜けて、 輸血用血液として患者に輸血されてしまうというとんでもない事件が起きました。何でも性交渉をした男性が HIV に感染したかもと危惧をして、でも病院に行くのは嫌で怖かったらしく、日赤で、日跡が行っていた献血に行って検査代わりに自分が HIV に感染しているのか確かめに行ったそうなんです。ところがこの男性は事前のアンケートに虚偽の記載をして、日赤の HIV 検査でも、なぜかすり抜けてしまって、患者に輸血されてしまったんだそうです。HIV に感染した血液を輸血されて、患者さんは HIV に感染している可能性が非常に高いので、これは非常に危険で深刻な大問題で、HIV に感染した血液を輸血されて感染が広まってしまったとしたら、大変なことになりますし、これが今回だけの事例なのか、早急に追跡、書、え、調査をしなければいけないと思いました。 ちょっと前にも一回ありましたですね。はい。で、ちょっと日を、えー、年月を置いて、もう再びということだと思います。うん え10年近く前の、になんかそんなようなことがあったような記憶しておりますがね。うんうん、えー、軽波の物資陰形さんあってはならないことですし、検査の精度を上げてもらう必要がありますが、それ以前に今回のケースは検血した側に問題があります。検血した男性は検血の条件として禁じられている男性同士の性的、えー、接触を隠すなど、事前の問診に虚偽の申請をしており、どうやらエイズ検査の 目的で献血を利用したようだということです。確かに献血は様々な検査を行ってくれますが、あくまでも、えー、主目的は血液の寄付、えー、すなわち人様に役立てていただくというものです。用途を間違えてもらっては困ります。検査などは、えー <coughs>、二次、えー、副次的、副次的なもの、あくまでついでのことです。以前、ラジオ CM でも盛んに告知されていましたが、 HIV 検査は保健所でしかも無料匿名でやってくれます知らなかったというのならそれは無知でありそれもまた罪だと思います、うん、であの検査の精度を上げてうんぬんみたいなことがありましたけれども、うん、今回のは検査の精度うんぬんっていうよりもあの ウイルス感染の空白期間、あの、初期の場合は、あまりにも微妙なんで、なかなかこれはもう物理的に検出できない空白期間っていうのがあって、そこにスコーンとはまっちゃった。で、本当はその空白期間にそういうことが起こらないために何をするかっていうと、問診っていう形で、あのだ、そういう期間に当てはまりますか、ませんかっていうことを聞くんですけど、うん、そこを嘘をつかれちゃったところでもって、今回すり抜けたと。うん いうことですよ。だから、この、あの、男性の何十人もいかんのは、あの、まず、え、血液検査で HIV の検査はできませんっていうことを知らなかったってことと、それから、自分がいいズかどうか、なか感染してるかどうかって知りたかったのにもかかわらず、うん、その問診に嘘をついちゃったら、うん、教えてくれたとしても、うん、その嘘によって、うん、その、自分の知りたかったことからは遠ざかりますよね。うん、でも何十人もダメなんですけれども、うん その辺のところ。 周知徹底ってところになるんですかね、うん、血液検査ではできませんよって他のところで検査はしましょう、はい、無料でやってますよっていうことですよね Y 上吉さん献血をした男性は二月の献血直前に行われた問診で男性との性的な関係を持っていたことを隠して嘘の回答をしていたそうですこら、はい、嘘つくなだいたいエイズ検査目的で献血するな保健所に遺願かいと怒りがこみ上げてきます人事、はい、ではありませんこの問題を受けて厚労省は来年の夏をめどに現在 の約20倍の精度の検査を導入する方針を出そうです、うん、うちで、えー、嫁さんに嘘をつくくらいならまだ可愛いけども問診で正直にしっかりと事実を申告したらあかんと思いますさっき血液検査って献血で、まあ、はとい,、はい、いうことですはい、はい、ごめんなさいね献血ではね献血では、はい、あの例えば分かったとしても本人に通知はいかないと、うん はい、hiv に関してはねはねい、はい、おっぱい枕さんからも頂い,いておりますけれども献血の後のジュースが欲しくて献血者に,に並んだり献血ルームに通ったりもしましたがその時渡される問診票には必ず不特定の異性との性交渉をしたことはありますかの一文があります。 不特定の異性とは何人以上示しているのか分かりませんが女房以外の女性と一度だけした時には正直にしましたと申告したら「お帰りください」と言われました。<laughs> そ正直やった、 前にも僕ら行きましたね。そういえば、あの、始まったばっかりの時に。これは HIV のエイズウイルスの感染してるかしてないかの検査。検査。ということで。ありよ、いうことで。はい、僕ら一ぺんちょっと行ってみようか、いうことで。私と坪井さんとあと番組のスタッフと、はい。スタッフと。みんなで連れ立って行きました。行きましたですよ。はい、今書いてある通りの、問診を受けた時に、はい、えー、あなたはあ、最近不特定多数の異性との成功症ありましたか 聞かれた時に、残念ながらありません。残念のはいりませんって言われ、怒られてました。残念はいらんって、あるかないかだけで、怒られました。怒られました。はい。あれもやってみるとね、なかなか、あ、こういうふうにしてやるのかという、体験になりましたしね。あの、私ね、献血、今ちょっとすいません、血圧の薬飲んでるから、献血いけないんですけど。あの、献血大好きで、で、献血に行ったときに、その、エイズ。 感染その HIV 感染がわかるんだったら、もう検査して教えてあげればいいのにって思ったことがあるんですよ。うんうん、でも、やっぱこういうことがあるので、検査目的には使わないでくださいねっていうことなんですよねたつの,の,あの出身、タイダーマスクさんからもね、えー、献血者のモラルがもっと向上する必要があると思います。はい、完全な治療方法がまた ね、あの HIV に対しての治療方法が見つかるといいですね。はい、ヘンデル・はグレーテルさんからもいただいておりますけれども、まあ、この方もアメリカではやけになってわざとこういったことをやった事件が起こってるから検査制度を上げる予算をもっと取るべきことだと思います。えー ななくせないものだし感染させられたらその人の人生はに関わってくるしこれひどすぎると思います。えー、まこちゃんからも頂い,いておりますしこの方うん、ま、中ドラッグ注射器の回し打ちとかねいろんなことがあります私たちはどう防げばよいんでしょうかということですが、まあ、あのいろんな方法があって例えばさっきのアメリカの例がこの方ありましたけれども、はい、アメリカでは罰則規定があるらしいです。 問診に嘘があったというようなこと、はい、正しくこう行きやっていったのか、問診に嘘があったかという時に、はい、罰則規定というのがやっぱり大きな力を発揮しているということなんで、はい、日本もまあそういうようなところからでもね、はい、まずは、うん。 やっていいたただきも、ね、ともとは善意のものですから、献血で、うん、そこに罰則規定を設けるのって、どうかなってところで、日本はまだないんだと思います、うん、こことが増えると、はい、そういうことになります、ちょっとね、せっかくの善意がこうあのちょっとこう、塗りつぶされちゃうみたいな感じになっちゃうので、うん、そこに行き着かないやっぱ善意で、ちゃんと回っていくようにしたいですけどね。うんうんはい